集合、数学における集合とは、大雑把に言えばいくつかのものからなる集まりである。集合を構成する個々のもののことを元、源、要素という。集合は集合論のみならず、現代数学全体における最も基本的な概念の一つであり、現代数学のほとんどが集合と写像の言葉で書かれていると言ってよい。慣例的に、ある種の集合が、形や属などと呼ばれることもある。実際には、これらの呼び名に、本質的な違いはないが細かなニュアンスの違いを含むと考えられている。例えば、方程式形、相互に連立する方程式の集合、集合属、一定の規則に基づく集合の集合、加法属、加法的な性質を持つ集合属など。集合は、ものの集まりである。集合のもと、要素として集められる対象となるものは、数、文字、記号などをはじめ、どんなものでも、もちろん集合でも構わない。一方で、どんな集まりでも集合と呼んでよいわけではない。その集まりが集合と呼ばれるためには、対象がその集まりのもとであるかどうかが不確定要素なしに一意に決定できるよう定義されていなければならない。例えば、トランプのスート全体やトランプの数字全体を符丁とする52枚のカードであるが、これもまた集合の一例になっている。特にこれは、スートの集合と数字の集合との直積集合の例であり、また52というのは、この集合の濃度を表している。また、先のスートの集合、数字の集合の濃度は、それぞれ4、13である。集合を表すプレースホルダにはしばしばら点文字の大文字 A、B、E、F、M、N、S、T、点、Y などを使い、集合のもとは、特に集合を表すのに使った文字に対応するラテン、小文字、A、E、メートル、S、X とすることが多い。集合ともと、集合と集合などの間には、含んだり含まれたりといった素朴な関係を考えることができる。帰属関係と包含関係は異なる概念であって、混同してはならない。例えば、点 YZ ならば必ず点 Z であるが、点 YZ からは、点 Z は必ずしも導かれない。また、XAB ならば、XB であるが、XAB からは、XB を帰結することは一般にはできない。集合の記法には、大まかに二通りの方法がある。論理的な概念として、外縁と内包というものがあるが、ほぼそれに相当するもので、その要素をすべて列挙するという方法と、その集合に含まれるのであれば必ず満たされ、含まれないのであれば必ず満たされない条件を明示するという方法である。外縁に相当する、すべて列挙する方法では、例えば、1、3、5、7、9からなる集合は、と表記する。内包に相当する、属するために満たすべき条件を明示する方法では、例えば、10未満の正の奇数全体の集合をと表記する。一般に条件 P、X があったとき、それを満たす対象だけをすべて集めた集合をと表記する。ここでは、X という変数を用いているが、YP、Y と書いても、AP、A と書いても構わない。セットビルダーの立ち音やセットコンプリヘンション、日本語では内包表記などとも言う。前述のようにそれぞれ論理的な概念の外縁と内包に由来するものであり、日本語圏では数学分野でも今もそれらの語がよく使われているが、英語圏ではそれぞれの言語であるエクステンションとインテンシオンは、この分野では今はあまり見なくなっている。条件 P、X は X が点のもとであって、さらに条件 Q、X を満たすというような形で与えられることが、多いが、この時定まる集合を、XX、点かつ、Q、X のように書く代わりに、しばしば簡単になどと略記する。集合、X、点 Q、X は、点の部分集合となる。また、条件、P、X が、条件、Q、Y を満たすようなある、y を用いて、x イコール f、y と表すことができると、うような形の時は、集合、xp、xo のように表すこともある。要素を概念的に書き尽くせないような集合、例えば自然数全体の集合のように書き表すこともあるが、による省略部分は誤解を生じる余地があるため、このような記法は、その省略された内容の意味が明らかである場合に限られる。A、B を任意の集合とするとき、もし任意の集合点について、点が A の要素であるならば、その時に、限り X は B の要素であるが成り立つならば、A と B は等しいとする。すなわち、である。直感的な説明としては、例えば、1、3、5、7、9と XX は10未満の正の奇数は異なる表現だが、どちらも自然数1、3、5、7、9を要素とする集合であるので、等しい集合だとするということである。数学では、5つも要素を持たないような集合も考える。概念性の原理によれば、このような集合は、ただ一つしか存在しないので、これを空集合と言いで表す。は、任意の集合、A の部分集合である。なぜなら、任意の対象、X に対して、X より、XXA はまだ空である。空集合の他にも決まった記号によって表される。集合がいくつかある。有限個の元からなる集合を有限集合と呼び、集合 A の元の個数を A、A、カード A などの記号で表すことが多い。有限集合でない集合を無限集合という。無限集合に対しても個数の概念を広げて、ノード、または奇数というものを考える。個数を数える代わりに、ある集合を使って、その下で別の集合をラベル付け、添え字付けして、1対1の対応が取れるかどうかを調べるのである。そうすると有限集合の濃度はちょうど元の個数で決まるので、ちゃんと無限集合への個数の拡張となる概念が定まっていることが確認できる。無限集合はどれも無限個の元を持っているわけだが、どの無限も皆同じというわけではなく、濃度の概念では、たくさんの無限を区別して扱うことになる。例えば、自然数と有理数が同じ濃度を持つ、自然数と実数は間に異なる濃度を持つといったような、事実は数学を学ぶ者にとってよく知られた内容である。同様の事実に、平面 R と数直線 R は同じ濃度を持ち、平面を覆い尽くす。平面重点曲線と呼ばれる不思議な平面曲線が何種類も存在することが述べられる。より次元の高い空間でも同様で空間を埋め尽くす空間重点曲線が構築される。異なる次元を持つ空間が同じ濃度を持つというのは次元や濃度が一方が他方を測るようなものではない。異なる尺度あることを表しているのである。いくつかの集合を扱い、その関係性について論じるとき、もともと考えていた集合たちから新しい集合を作って調べるというのは有効な手段の一つである。これらの操作は集合に対する演算とみなすことによって集合属に関するいくつかの代数形を提供する。それらの代数形を抽象代数形とみなせば抽象代数学の一般論を適用することでまたいつかの概念を提供することになる。指示関数はこれらの集合演算を0と1からなる世界の代数的な演算に置き換える手段を与える。上記演算は全体集合が一つ与えられ、演算の引数となる集合たちがその部分集合であるならば、その演算結果も再び同じ全体集合の部分集合となるようなものである。一方、元の全体集合の中に演算結果を求めるのではなく、むしろ、引数となる集合たちをもとに、新しい集合を作り出すことを目的とする演算もある。集合からなる輩を考える。が、集合演算についていくつかの性質を満たすとき、それらには特別の名前が与えられることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。